アレクサンドル3世は、ロシア大公の称号に関する規定に、重要な修正を加えた以下は、ロシア提出の成員のうち、ベリー・キー・クニャージの称号を許された人物の一覧である。ベリー・キー・クニャージは日本語では、大公に相当する。その他、英語では、グランド・デュークと訳されることが多いものの、グランド・プリンスの方がより正確な訳語と言える。この儀礼称号は、 ロシア皇帝の男結子孫のみに許される称号であり、殿下の称号と一緒に授けられた。ロシア大公は、主権者ではないが、ロシア帝国を滑る一族に属し、帝国の支配者の一員とみなされていた。スラブ語起源のロシア語、クニャージあるいは、バルト語起源のリトアニア語、クニガイティスは、現在は普通、皇と訳されているが、実際には王と同種の意味であった。つまり、 主権者としてのベリーキークニャージは大公爵というより大王、大君主に近い。大公の称号は旧世紀のキエフルーシの支配者たちが名乗ったことに始まる。中世のルーシではすでに流陸王朝に属する複数の支配者が同時に大公の称号を使用しており、加えてリトアニアのゲデミナス王朝の支配者たちも同種の称号を使用していた。その後、 大公の称号は、帝政ロシアの皇族の儀礼称号として使われるようになった。すでに16世紀から、君主号としての大公の称号はツアーリにとって変わられ、17世紀には、主権者を指す称号では完全になくなっていた。ロシアの主権者で大公を称した人物に関しては、ロシア君主一覧に記載されている。大公の称号付与には、 本来は明確な規定など存在しなかった。大公の称号を有する者が自分の相続者にこれを与えることで受け継がれていただけだったのである。19世紀に入る以前のロシア提出は男子の声員が二人あるいは一人という状況が長く続き、定位症は工場的に不安定だった。大公を名乗れる男子の声員は数少なかった。 エリザベータ・ペトロブナ女帝は、提出に男子が一人もいなくなると、提出の男系子孫ではない自分の姉の息子に、皇族の資格と大公の身分を与えて、後継者にした。ニコライ一世に男子が多く生まれると、太公の数は急に増え始めた。このおかげで、ロシアは、かつての定位継承が常に危ぶまれ、国家が不安定になる状況から抜け出すことができた。太鼓を名乗る権利は、 皇帝の男系子孫であれば生じ、当初は何の制限も設けられていなかった。しかし、大公の人数が20人を超えた1880年代になると、時の皇帝アレクサンドル3世はその数が多すぎると感じるようになった。これ以後も全ての男系男子に太公の称号を許せば、提出の権威と大公という称号の重みは低下してしまうと皇帝は考えたのである。 アレクサンドル三世は1886年7月14日に、ロシア提出の家内法に、以下の修正条項を盛り込ませた。大公は、今後、皇帝の息子と男系孫にのみ許される称号とし、大公女の称号に関してもこれに合わせて、皇帝の娘と男系の孫娘、及び大公の正式な配偶者のみが有する。アレクサンドル三世の布告により、 生後9日の新生児が大公の称号を名乗る権利を失った。イオアン・コンスタンチノビチである。このように、ロシア皇族でも皇帝から決統的に見て遠い場合、その人物は大公の称号を名乗る資格を持たず、皇帝の地を引く公とされ、公あるいはロシア公の称号で呼ばれた。イオアン・コンスタンチノビチは出生時には有していた大公の称号を、 アレクサンドル三世の布告により失った唯一のロシア皇族である。アレクサンドル三世の娘クセニア・アレクサンドロブナの子供たち、つまりアレクサンドル3世自身の孫たちもこの規定によって生まれながらの太鼓の称号を持てなかった。彼らは断径決闘で言えばニコライ1世の彦に過ぎず太鼓を名乗ることのできる世代から1世代離れていた。太鼓の数は 修正条項の存在以外の理由でも減少し始めた。革命以前の30年に大公の称号を有する皇族男子は二人しか生まれなかった。革命後は特に既然結婚のせいで提出の成員と呼べるものの数は著しく減った。1918年以後、それまでのロシア皇帝の息子内子団系孫として大公を名乗る資格のある者は一人も生まれていない。 そして、アレクサンドル3世の修正条項が加えられた結果、完全に争う余地なく、ロシア大公を名乗ることのできる、ロシア提出の末裔は、現在一人も存在しない。ありがとうございます。